トリスジパラジウムは、パラジウムとジベンジリデンアセトンからなる作体で、有機合成化学において、繊維金属触媒、あるいは触媒の栓具体として用いられる。テトラキスパラジウムなどと並び、霊化のパラジウム化合物の代表例とされる。外見は深い紫色の古代。ジベンジリデンアセトンと、酢酸ナトリウムの熱メタノール溶液に、塩化パラジウムを加えて反応させると p d にが、 生じる。これをクロロホルム中から再結晶させると、クロロホルム不荷体 BD23CHCL3 が得られる。ネギシカップリングやキャロルテニー、そして不正アリルイアルキル化反応の触媒として使われる。また、ホスフィンなど様々な肺異子を加え、対応する PD 作体を形中で発生させるための潜具体として用いられる。辻、J。 トライス・ダ・プレイディア・ムクロ・ロホルム、エンサイクロペディア・オブ・リージェンツ・フォー・オーガニック・シンセシス、L.A. パケット、エド、J.Y.L.E. s a n サセックス、イングランド、ボリューム8、ピアニッシモ、5431、実験科学講座丸前、第4版、18巻、1991年、404ページ。ありがとうございます。